平王は、中国春秋時代の諏訪江の王。姓は、死は熊。意味は騎質。京王の逸尾、皇王、霊王、皇五尺の弟。公式室は、兄霊王の命で、陳や妻を滅ぼして、陳公や妻公を名乗ったり、生で悪名を鳴らして、呉に亡命していた喜び風を責めて処刑するなど、霊王の手足として活躍していた。 しかし、霊王の連年の出兵による不満が、国内中に高まったのを感じ、旗から帰国した兄の講子妃や講子黒肘は、紀元前529年に、霊王不在の隙をついて、霊王の大四六を暗殺、総王となった、彦と、孔により、騎質は芝に認じられる。その直後の5月18日、騎質は王が帰国して、 神王を処刑するとの流言秘語をとに流して、こうと、霊因子者を自害へと追い込み、翌5月19日に自らが相応として即位する。紀元前523年、紀失子こと平王は、大使立ての日を旗から迎えるため、将風の日向きを旗に使わした。しかし日向きは、旗の工場白衛の美しさを見て、この工場を平王自身が目取るよう進言した。 平王も、皇女の美しさを気に入り、自らの側室としてしまった。これにより平王は、ひむきを厚く信頼するようになった。またひむきは、この一件で伊達が、自分に恨みを向けるのではないかと恐れ、平王に対して、剣を残言するようになった。このため、平王は、国境警備の名目で伊てを情報に遠ざけた。その後もひむきは、 剣が平王に火を奪われたことに恨みを抱いて、無本を企んでいると残言した。この時、大夫の御社にも、監督責任が及び、平王は御社を捕らえ、この後なお、御印をも呼び寄せて、殺そうとした。だが御師匠はこれに応じず、呉れに亡命したため、御社、御名を処刑した。これが御師匠の諏訪への復讐の火種となり、同時に、平王の予防も衰え、 呉による侵攻を防ぎきれなくなり、国力衰退の端緒を作ってしまう。紀元前516年6月に病没するが、紀元前506年の柏巨の戦いで、呉が、そのと栄を占領したとき、師匠は、平王の両母を暴き、その遺体を300回も鞭打ったといい、これが、死人に鞭打つの語源である。父親、兄弟、子、聖火官。 つなぎ年18章、19章相応に即位後、最後の鎮公愛公の孫や、最後の最高霊公の子をそれぞれ、国君として擁立し、両国を復興している。なお、霊王は、平王即位後の5月26日に自害して果てた。ありがとうございます。